今週は JR 西日本と、名探偵コナン、比叡山坂本ケーブルと、戦国婆娑羅のコラボが発表されました。こんにちは、関西クロスニュースです。今週は、ご覧の内容で、お送りいたします。はじめに、プレスリリース情報です。JR 西日本、劇場版、名探偵コナンヒーローの、弾丸、公開記念キャンペーン。4月16日に公開される映画に合わせて、天王寺の4つの施設で、防弾キャンペーンが実施されます。実施されるキャンペーンは5つあります。1つ目はプレゼント第1弾です。天王寺ミオ、伊東洋華堂を含むアベノ、キューズモール、アベノハルカス近鉄本店、アポロビル、ルシアスビルの4つのうち3つの、施設で700円以上の、レシートをアポロシネマ応募ボックスへ投函すると、100名にサイン入り映画ポスターや、商品券などが当たります。2つ目はプレゼント第2弾で、アポロシネマで見た、名探偵コナンヒーローの弾丸の、チケットを指定場所で提示すると、4種類の IC カードステッカーがもらえます。3つ目はミオ11階イベント広場と、ルシアス地下1階エスカレーター横で、フォトスポットが現れます。4つ目はキューズモール4階に、コナンカフェが登場します。5つ目はハルカス4階で、コナンプラザプレミアムが登場します。比叡山坂本ケーブル、戦国婆娑羅、ラッピング列車を、運行。4月3日より延暦寺主催の、スタンプラリー開催に合わせて、ケーブルカーのラッピングが行われます。12月26日までの、予定で車内放送も中井和也さんが、担当します。また、ケーブル坂本駅で特製乗車券が、限定3000セット発売されます。価格は3400円です。京阪、5000系車両引退記念イベントを、開催。5000系が6月に引退することを、記念して臨時団体列車を、運転します。全部で4回実施され、4月11日24日は、中之島から乗車し淀車庫で、撮影会、5月16日29日は、同じく中之島から乗車し寝屋川車庫で、洗車体験をした後、三条駅の入れ替え運転が、体験できます。JR 貨物、貨物鉄道フェスティバル in 名古屋。4月17日にララポート、名古屋港アクルスにてイベントが行われます。鉄道部品の販売も行われ、参加には事前に往復はがきで応募する必要があります。応募締め切り8月2日、消し印有効です。当選はがきがないと当日は入場ができません。それ以外のグッズやクイズラリー、トークショーなどは当日参加ができます。水間鉄道、昼間割引の変更について、2020年11月30日のダイヤ改正で昼間時間帯の運賃値下げを行っていましたが、減収が深刻なため3月31日をもって、昼間割引切符の片道券は廃止されます。なお、往復で元が取れるフリー乗車券は好評だったため引き続き発売されます。続いて、お得な切符のコーナーです。今回ご紹介するのは、神戸電鉄の有馬グルメ&湯煙チケットです。この切符は、4月1日から7月31日まで開催される、リアル謎解きゲーム、温泉娘、有馬姉妹の、ドタバタ1日駅長の、開催に合わせて発売されるチケットです。このイベント参加者限定の、チケットで新鉄版が1000円、神戸市営地下鉄版が1200円、
乗車券なし半が500円と、3種類あります。セット内容は新鉄もしくは、地下鉄各駅から有馬温泉駅までの、往復乗車券に対象店舗での、250円分の利用券や、割引優待券と謎解きゲームの、回答応募用紙です。応募者には抽選で対抗の、湯後利用券など、豪華商品が当たります。いつも見てくれてありがとねー。最後に、Nゲージ新商品のコーナーです。今回ご紹介するのは、トミックスから3月26日に、発売された、JR117 の7線系電車、ウエストエクスプレス銀河、セットです。ウエストエクスプレス銀河は、2020年9月11日にデビューした特急列車です。元は京都支所所属の117系で専用改造を受けて7線番台となっています。編成はグリーン車2両、普通車3両、フリースペース1両の6両編成で、乗降ドアが1両1枚に減らされています。現在は山陰方面の夜行特急と山陽方面の中行特急が運転され、同じタイプのトワイライトエクスプレス、水風に比べて安く利用することができます。この商品は新規製作のハイグレード仕様で床下配管やトイレタンクといったランナーパーツも付属しています。価格は税込み29,920円です。ご視聴ありがとうございました。編集後期です。このコーナーで取り上げてほしい話題があれば、動画コメントかツイッターに連絡をお願いします。今週のトークテーマは、ゲームです。今週はモンハンの新作発売で、YouTube にも実況生放送がたくさん放送されていますが、皆様もやられているのでしょうか。鉄道系のゲームというと、電車でゴーや、暴走竜エクスプレス、A 列車で行こうなど、運転シミュレーションや経営シミュレーションが多いですね。私はその3つはどれもやったことがあります。特に暴走竜エクスプレスに関しては、15年前ぐらいに南海高野線の河内長野から難波までの上り線を作ったことがあります。現地で実際に自転車で線路脇を走らせながら、曲線半径や間と信号や踏切の記録定を全部調べて完璧な線路を作って自分のウェブサイトで配布していました。当時50人ぐらいはダウンロードしていただいたので、もしかしたら持っている人もいるかもしれません。遊んでいただいた方が、この動画も見ていただいているなら運命です。モンハン発売日に、私が買ったゲームはメモリーズオフ、ヒストリア限定版です。動画投稿したら遊んできます。最後まで見ていただきありがとうございました。